防災の日の9月1日、県庁大洲市などを会場に、県や市長、消防、自衛隊など65機関、およそ3000人が参加して、県の総合防災訓練が行われました。訓練は、伊予灘を震源とするマグニチュード 7.5 の地震が発生したとの想定で行われ、長浜港湾緑地の現地会場では、本番さながらの訓練が実施されました。救出・救護訓練では、消防隊が倒壊した家屋から閉じ込められた負傷者を救助し、災害派遣医療チームが応急処置を行い、医療機関へ搬送しました。また、県警広域緊急救助隊が土砂に埋まった車から負傷者を救助する訓練を行いました。このほか、救急物資供給訓練などが行われ、現地に移動した加藤知事は、実践さながらの訓練に真剣な表情で見入っていました。その他、会場では、寄進者での地震体験、消火器体験、応急救護体験などがあり、訪れた県民は災害時の対応を学んでいました。